パンツビをご覧の皆さん、こんにちは。ハイバックホースの中村です。今回はこれまでお送りした映像の中から未公開シーンをお届けいたします。それではご覧ください。211飛行隊の田辺一です。発着艦というのは動いている護衛艦で、その中でもかなり狭い飛行甲板上に発着艦することになります。特に荒波で揺れている中や夜間、月明かりのない暗闇の中で発着艦するというのは非常に高い技量が求められます。しかし自分たちはそのような状況下でも安全に着艦ができるというえりすぐりのパイロット艦載搭乗員であるという誇りを持って日々の飛行作業に臨んでおります。皆さん、まもなく発艦します。いらっしゃい。じゃあ皆さん、どうぞ。いらっしゃい。オールクリア。いらっしゃい。よそろ。はい、よそろ。いらっしゃい。はい、オールですね、チェックの番。了解。トルク50モテ62。はい、レフトバッククリア。いや、じゃあ今甲板上でこれが高度が約6メーター、船との距離が、5メートルぐらいになります。それでは甲板に移動していきます。はい、左後方に移動する。はい、レフトバッククリア。はい、ラージャン。はい、カンパン、ライター、レターズカメカップ、コンジュール。了解。はい、まもなく。コンジュースピート。はい、ファイナルポジション。はい、オレンジスメンチェックのまま、トルク56。はい。これが今、海面との高さが、大体15メーターぐらいになります。船との距離が30メーターです。では、左に振ります。はい、リストクリア。リストクリア。あ、じゃあ。はい、ファールクリア。はい。はい、レッツゴー。はい、これから船に着艦のため侵入していきます。今右前に見えているのが母艦になります。現在飛行高度が約100メーター、速力が130キロになります。カタラジャ。はい、8レジャー。カシャレベル。はい、オンレザルト。ラジャ。ラジャ。はい、コメンスアプローチ。チャンスクリア。現在600メートルです。レーザーフリアオフ。はい。で、ここから徐々に船に近づいていきます。はい、近接37。はい。100、近接35。ラジャ。近接30。はい。80フィート。ラジャ。近接25。ラジャ。70。近接20。ラジャ。60フィート。はい。近接15。はい、まもなくファイナル。じゃあ、50。もう船がよく暴れています。はい、ここで着艦の準備が整っていることを確認して船に侵入します。はい、侵入。ラジャ、ラジャ。ピッチングもローリングも大きいですね。今のカッパン入る、カッパン入ったら。はい。はい、ピッチング。はい。はい、1メーター前。やばい。よそろ。はい。ここでの操縦というのが難しくなります。今、前を映っている画像を見ても分かっていただけるように、船も右に傾いたり、左に傾いたり、あとはピッチングというところで、船の旋
選手側が上がったり下がったりしています。ここでパイロットが操縦するときに、ヘリコプターが3次元、船も3次元の動きをしますので、5、6次元の操縦が必要になってきます。ここら辺が特にあのパイロットとしては高度な技術が必要とされるところになります。はい、まだ動揺が収まらないのでしばらく待ちます。よろしくお願いします。はい、しばらく動揺を見る。カシャ。元気に船が暴れていますね。カシャ。はい、徐々に収まってきた。行こうか。カシャ。はい、カシャ。ラチャ。カシャ。はい、これが甲板から約40センチぐらいの高さになります。でここでしっかりですね、トリムを取って操縦を安定させることが大事になります。はい、まだローリング動揺してます。結構今日はやっぱり難しい操縦になります。3 2 1。やったよ。パラダイス。やった。3 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 3
皆さん、お願いします。平日は、じゃあ、ステディステディ、ステディライト、ちょいやと、いいやさ、ステディ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 、ランナーダウンダウン、インドプラップ、メプラップ、はい、一度切断終了。